府に対する信頼は安全と安心の2つで支えられています。大切なことは政府が何をもって安全と安心を担保し、これを国民に向けていかにメッセージするかということです。野田政権において国民にとっての最大の安全とは何ですか。安心は何だとお考えですか。またそれをどうメッセージするおつもりですか。今の我が国にとって最大の課題は世界の国々の日本に対する信頼感です。野田政権はこの大きな課題をどのように乗り越えるおつもりですか。まず国民からの信頼を得ることなしにこの大きな課題を乗り越えることはできないと思います。政府は国民からの信頼を取り戻す自信がおありですか。またどうやって信頼を取り戻すおつもりでしょうか。国民の信頼なくして世界の国々の信頼など得られるはずがありません。私はこの国に今日の信頼を確立することで明日の安心を確実なものとしていけるよう政治家一人一人が今一度心していかなければならないと思っています。今日本で誕生する新しい命は年間約100万人です。この子どもたちにどのような日本を引き継いでいくのか、この子どもたちがやがて大人になったとき、日本という国家は世界から確固たる信頼と尊敬を得られるようになっているのか、そのために今私たちに何ができるのか、何をしなければならないのか。私たちは厳しい時代にこの日本の礎を築いてこられた多くの先人に恥じない政治をしなければなりません。野田総理、今はその先頭に立っているのはあなたなのです。野田総理の覚悟あるお答えを期待し、私の質問といたします。